expose expose potatoes turn green when exposed to light potatoes turn green when exposed to light z の発音をやっていきましょう se のところですね日本語の図と発音が近いのでほとんど 聞き分けられないかもしれませんが、ここでその違いをやってマスターしていきましょう。英語の場合の z の発音やってみますね。まず口を少し開けます。その口の開け方は歯がちょっと見えている状態です。そしてその状態で舌先をどこにもつけないで声を出してみましょう。これが z の発音です。それに対して日本語の z の発音 どういう風になっているか、ぜひやってみてください。舌先がどこにありますか？歯の裏側に当たっているのではないでしょうか。英語の図と日本語の図とでは舌先の位置が明らかに違うわけですね。舌先の位置を気にしながら、エクスポーズを発音してみましょう。